あの、先ほど言ってたちょっと電話を頼まれてるので、はい、電話言いますね。怖いなぁ。はい、今日のラジオでは、はい、ちょっと待ってくださいよーは禁止です。え？禁止しといて、あいつそれしか言わないから。誰ですか、それ。どなたなんですか？喋れないな、あいつはもう。喋れない。あいつ、ただのメガネ。誰なんですか？そして、伝えといて、お前のメガネ割ってやるから覚悟して。なんで、誰気になる。明日の朝起きたらメガネ割れてるぞ。怖い。ってな。嘘。という伝言です。どなたですか？誰だと思います。え？メガネ割りそうな人でしょ？メガネ割りそう。心当たりありすぎて怖いんだけど。結構いろんな先輩狙ってきてますから。いろんな人が割りそうですけども。誰だろう。気になる。はい。日比野美優くんです。この間靴くれたくせに。あ、優しい。美優くん。美優くん。はい。から。なんならこの間差しで二人で飲んでましたよ、ずっと。そうなんだ。そうなんですよ。え、なんかちょっと想像つかない。それぐらい仲いいのに。なんならだって同年代ですからね、二人とも。そっか。そうなんです。学年的には同じだから。仲良くさせてもらってるのに。あ、そうなんですね。なんか多分今日家帰ったら待ってますよ。そうでしょ？怖い。メガネ割りなんでうち知ってんだろう。怖いな。いや、俺らは、いや、ファッションで言うと、な、俺らプレゼントな。俺、靴、プレゼントして。僕、プレゼントしていただいて。トリグナルカラーとキラミンカラーの水色とオレンジのやつ。めちゃくちゃ綺麗な靴なのに、全然普段から履けないから、なんかすごい。あとはね、トリグナルとか、一緒のリハにいたスタッフからみんな、T シャツに白いのにバーっていっぱいおめでとうって書いて、プライスレスなプレゼントを。みゆくんが用意してくれた T シャツにね。はい、それ着たらファッションセンス抜群だよな。嘘あれ、普段使い用なの、うん、でも僕もね。こいつ気持ち悪いんですよ。僕も、ね、知ってますそれ。もうその話もういいです。ちょっとね、ちょっとだけしたいんだろ。したいから今言ったんだろ。してやれよ。お揃いの、してやれよ。お揃いのブレスレットを使ってる。うわー。違う、言い方が違う。お揃いじゃない。お揃いじゃない。ここまででいいですか。あ、じゃあ、しょうがない。ノブ、ノブさ、はい、ノブ、いいよ。ノブ行って。ちょっと、ノブしてくれ。違うんだよ、ノブ。え、行っちゃったよ、もう。行っちゃった。俺はね、行っちゃったよ。この人、誕生日プレゼント、なんか変。あ、すげえいいものくれる。怖い、怖いんですよ、ほんと気持ち悪い。すげえ、もう。そう、朝入ってきた時すごかったんだよね。すごい。第一声で。なんか寄ってきて、こうやって。ミユク、あのさ、こっちとさ、こっち、どっちがいいって。でね、俺は、この人がいつも、すごいいいもの、何がいいんですか、何がいいんですかって聞いてくるから、いらないって言ってたのを、今度は、もう、めちゃくちゃ高い、もうこんなん絶対買えないっていう、なんかアクセサリーをね、言ってたら、なんかそこのブランドのやつの箱が出てきて、怖い。普通の人は買わないやつだよね。そうそう、なかなかね、普通はびっくりしたよね。どっちがいいって言うから、とりあえず開けたらなんか似たね、石の色が違うやつが入ってて、はい、怖いだろ。やめてやめて、埼玉スーパーアリーナこの声出ないでしょ。みんな普通、みんながえーっていう声、普通はこのキャパでこの音出ませんよ。やめて。だからまあでもそれつけたらな、もうファッションセンス抜群だよな。抜群ですよ、完璧ですね。だから2人揃った方がな。そうですよ、うん、おお、うん、気持ち悪いけどね。みゆくんとしんばくん出会って開口一番、しんばくんが、江口さんお誕生日おめでとうございます。出会って2秒で、あれ出会って2秒で、はい、即ですもんそしたらみゆくんも、はいはい、えみたいな顔してて、それ黙ってて最後プレゼント渡そうと思ったのに。なるほど、気遣ってくれてたんですね。全部ぶち壊しやがって。出会ってみようで、新馬君と出会ってみようで、即いやでもすごいね、祝っていただいて、いいことですよ。これお気づきですか、今日僕服ね、えぐみじゃないですね。みゆくんからもらった服です。なるほど。ちなみに I'm ready to go、 これもみゆくんからもらったやつ。みゆくんじゃん。はい、で、うん、これ、うんうん、これみゆくんとほぼお揃いの、みゆくんじゃん、はい、今日は、入口みゆや。なるほどね。